ぷっぷーぬぬだよ。みなさんこんにちは、ぬぬファクトリーのぬぬです。今日はですね、またまたぬぬファクトリー新しく車を1台購入しましたので、みなさんに紹介していきます。それがこちら、じゃじゃじゃん、ホンダの NBOX です。でこちらはですね、新型ではなく1個前のモデルになります。年式でいうとだいたい5年くらい前なので、ちょっと昔の車かなとは思いますね。で今回この NBOX はお客様用の台車として迎え入れました。で新型の NBOX とは違う点だったりとか、安全装備っていうところもたくさんついてますので、今回はそのあたりを中心に内外装レビューをしていこうと思います。そして動画の最後の方には、この NBOX いくらで購入したのかという金額発表もしていきますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは行ってみましょう。それではまず最初、この NBOX のスペックから紹介していきますが、年式は2018年式です。そしてこちらカスタムになります。で NBOX ってなんとかスタイルとかいっぱいあるんですけど、その辺はちょっとわからないので、ぜひわかる方いたらコメントで教えてください。でボディカラーは黒以上ですね、私が把握しているスペックとしては今回黒になるんですが、これはですね、お客様の台車としてももちろん活躍してもらいますが、一番は練習車、実験車としても活躍してほしいというところで購入しました。で磨き屋さんの間ではもうこれも有名な話ですが、やっぱりこの NBOX の塗装ってすっごく難しいんですよね。なので、従業員みんなの練習になるかなと思ってこの黒を選びました。なのでいろいろ磨きの練習したりとか、あとコーティングをかけていって今後どんどん綺麗にしていこうかなと思っています。ではまずフロントの方からサクッと紹介していきます。でフロントフェイスはもう皆さんおなじみのこのカスタム顔ですね。で先日私も新型 NBOX 見てきましたが、やっぱり今回かなりシンプルになってるんですよね。でメッキとかも少ないです。なんですが、私個人的にはこの前の方の顔の方が好きだなと思います。やっぱりカスタムらしいちょっとこうゴテゴテしたこわもてフェイス、これが個人的には好きですね。であとナンバープレートが真ん中ではなくてちょっと運転席寄りになってるっていうところもポイントです。そしてサイドはこんな感じですね。で私は新型スペーシアカスタムも購入していて、今納車待ちなので、またそのスペーシアが来たらこのサイズ感とも比較していこうかなと思いますが、スペーシアとはほぼ変わらないサイズ感ですね。タイヤホイール15インチです。カスタム専用のデザインなのかちょっとわからないんですが、もともと前のオーナーさんからこのデザインですね。汚いね15インチでスペーシアカスタムと同じサイズになりますので、この辺の乗り味の違いっていうところも見ていこうかなと思います。両側のパワースライドドアですね、こんな感じ。ここにボタンがないんですよ。だからいちいちこうやってやらないといけないんで、この辺の引っ掛け跡がすごいです。これがねちょっと気になる。やばいよねこれ、絶対消えない続いてリアですね。まずこの車両の場合エンブレムがダークメッキになってるんですね。なのでこの辺とかちょっと黒いんですよ、こことか。カスタムなのでウィングもついてまして、このテールがかっこいいですね。このクリアな感じすごくかっこいいです。あと NBOX といえばこの開けるところに4つちょんちょんちょんってあるのがすごい親切ですよね。手動で開けていきます。で中はこんな感じですね。でこれは新型 NBOX 見てきた時これなかったので、ちょっとこれ残念、懐かしいです。であとこのヒンジのところ半端ないですね。ちょっと前のオーナーさん洗車とかおさぼり気味だったので、こんな感じで汚いです。この辺りもねちょっとリフレッシュ計画的な感じで撮っていきたいなと思います。でラゲージはこんな感じ。ここのレバーで前後スライドができます。で前に出してみると結構広くなるんですよね。なのでこれでオートバックスの納品とかも商品が揺れずにしっかりお届けできますね。ここ肩口のレバー倒してみると、こんな感じで、ここどうしても坂ができちゃうんですけど、でも割とフラットな感じですよね。でうち結構大きい荷物とか乗せたりとかもするので、これぐらい広く、そして割とフラットになってくれるとすごく嬉しいですね。ただやっぱり残念ポイントが、こう助手席とか運転席の後ろにテーブルとかがないっていうのと、あと後ろは充電ポートが一つもないので、そこがちょっと残念です。
でただこういう後ろの細かいところにもツイーターがついてますので、これすごくいいです。でちなみにもう実際音楽聞いてみたんですけど結構音が良かったので、これはねすごく気に入ってるポイントです。そして NBOX といえばじゃじゃじゃん、この鉱石の跳ね上げですよね。でこれはですねスペーシアにはついていない機能なのですごくありがたいです。で逆にスペーシアとかはオットマンがついてますので、それはそれですごく使いやすいですよね。で跳ね上げしてみるとこんな感じなので、自転車とかも乗せられますし、あと豆乗せる時とかすごくいいかなと思います。で実際にこれ前のオーナーさん知り合いなんですけど自転車乗せてました。妹の友達なんですけど、妹の自転車が壊れちゃった時にこれに乗せて斜めにしたら普通に大人が乗るサイズの自転車乗ってたので、かなり使い勝手いいと思います。これはなんだ、あ、おーすごいすごい、ここを引っ張って後ろに押すと、え、めっちゃ広いじゃん。だってこれさ子供とかだったら着替えできるで、すごい。もうこれもこれだったら豆も広々と乗れますね。まあ、そんなかっこよくてすごく気に入っている NBOX なんですけど、当然中古車なのでちょっと不具合もあるんですよね。ここちょっとベコンってなっちゃってるし、ここの傷も結構深い、そしてへこんでるのと、あとここのバックドアのところもこうちょっと剥げてる、それと助手席側のここの下かなり擦っちゃってますよね。なんか縁石とかにもしかしたら擦っちゃったかもしれない。でまあいろいろ不具合というかダメージはあるんですけど、まあ、あくまで実験車とか台車として使うっていう形になりますので、もしこれ使われるお客様は特に気にせず乗っていただければと思います。まあ、ただ余裕があればこの辺も修理していきたいなと思いますね。それでは続いて内装を見ていきます。まずドアパネルの質感から見ていくんですが、まあ、ここモケモケ使われてて、でここはラメ入りのパネルですね。で収納がめちゃくちゃ多くて 1,2,3,4 ドアパネルだけで4個も収納がついてます。でこのウィンドウスイッチ周りとかもここと同じようなパネルが使われててすごく質感高いですね。よいしょ、似合う？似合いますね。あ、似合う？やっぱ軽自動車勢なんだな私。で運転席は結構見晴らしいです。ただここがちょっと太いのが気になるかなっていう感じでも見晴らしめっちゃいいですね。で収納がまたまた多くて、まずここでかい収納と、あと見てこのドリンクホルダーの周り、こことここもう鍵置きみたいな感じになってますね。ね、で私有料道路とか結構通るので、ここに小銭置けるのはめちゃくちゃありがたい。こうエンジンスタートのボタン結構後ろなんですね、下の方についててちょっと最初びっくりしました。ここにも収納が1個あります。でステアリングはこんな感じで本革ツルツル系です。ここのステアリングスイッチが結構おしゃれなの、なんかクリアな感じのボタンになっててすごくおしゃれで、この辺もちゃんと加色が使われてますね。でナビは純正のナビですね。で一応 Apple CarPlay も使えたのでオッドキャストなんかも使えます。でハザードここで、この辺はエアコン、かっこいいね。でシフトも本革、おードア90度やん、すごい。結構開くので乗り降りしやすい。おばあちゃんすごくいいかも。うちね95歳のおばあちゃんいるんですけど、でもここも低いから乗りやすいし、ドアも結構開くのですごい乗りやすいね。で助手席側はここ深めのトレーが結構大きめのがついていて、充電ポートはなんと3つあります。でもやっぱり昔の車なんでこれタイプ A のものですね、タイプ C とかはないです。でこの辺エアコンのところにもメッキとかが使われててすごいかっこいい、上質でね。ただねこのグローブボックスが結構パンパンで、もう車検証以外何にも入らないっていう感じ。シートはファブリックシートですね。でここだけなんかなんていうのこれレザーみたいな感じになってます。なのでリンサーの練習とかもめっちゃできますねここにアームレストがあるんですけど結構高めなんですよ、だからねちょっと慣れない。で天井は黒天井いいんですよね、これ汚れづらいからすごくいい。でルームミラーはついてるんですけど、バニティランプはついてないので武道会には行けません。この車もともと買った時からフィルムが貼ってあって、結構そのフィルムが暗いんですよ。
なのでこれは近々なんかミラー型のトラレコとかつけてデジタルインナーミラー的な感じでやっていきたいなと思っています。いやー質感高いよね。なんか5年前の車に見えないぐらいめちゃくちゃ質感高い。そしてやっぱり乗り心地とかもすごくいいのでかなり気に入っています。そうそう、それでこれ私一番お気に入りなんですけど、ここにもドリンクホルダーがあるんですよ。助手席側もちゃんとドアパネルのところにあるんですけど、それとは別に真ん中についていて、しかもこれ紙バッグもさせるんですよ。マジで便利すぎん。でまあフックとね、あとここにも小物、半端ないね、収納お化け。メーターの方はこんな感じになっていて、左側が液晶で右側がアナログっていう感じですね。で個人的にすごく気に入ってるのが、ここ左の液晶のところに天気予報が出るんですよ。これ地味に便利なんですよね。で私は結構職業柄天気を気にしたりとかもするので、車の中でパッと見れるとすごくいいなと思ってこの機能は使ってます。こんな感じで切り替えもできます。で結構大きく出てくれるのですごく見やすいです。ちなみに平均燃費は 13.5、まあ、この車ノンターボ車ですしガソリン車なので、その中では結構いい方なんじゃないかなと思います。ナビはこんな感じですね、まあ、やや古さは感じるんですけど、 Apple CarPlay に切り替えもできますので、こんな感じでおなじみの Google マップとか LINE ミュージックとかも使えますね。あと面白い機能があって、この後席会話ですね、押して、まあ、今切ってるんですけど開始にするとプープー鳴るだよ。なぜかエコーがかかるっていうなんか謎のシステムがあるんですけど、まあ、さっきも言った通りこの車かなり音質がいいので、一人カラオケボックスになれるっていうことですね。違うだろう。違う。いやまあしてるよ。本当の目的はやっぱり後席でねちょっと会話がしづらいので、そういう時会話しやすくするっていう目的なのはしてるんですけど、私はカラオケとして使おうかなと思っていますでやっぱり軽自動車なのでロードノイズとかは多少してしまうので、そういう時高速道路上ではなかなか会話しづらかったりするので、そういった時はすごく便利だと思います。ただですね、残念ポイントもいくつかありまして、まずこの方に限るっていうところなんですが、オートブレーキホールドはないです。で確か後期型になるとブレーキホールドついてくるので、この方はないんですけど、まあなくてもすごくいいかなと思います。もうそれでも許せるぐらいの質感の高さと便利性。あとシートヒーターもないですし、ステアリングヒーターもついてないですね。なのでまあちょっと冬はご勘弁ください。そして後席ですね。後席めちゃくちゃ広い。もうね今私のドライビングポジションで、でこの後席は一番後ろまで下げてるんですけど、めっちゃ広い。普通に足伸ばせる。ミニポケットじゃないですか。こっちは2個もついてる。でただね充電ポートが後席ないので、それがちょっと残念ですね。でシートバックポケットも2個ついてますね。ドア内はすごくシンプルで、まず手動のサンシェード付きで、窓のスイッチ多分これですね。びっくりした、これこういうタイプあんまりないからちょっとびっくり。で開けるボタンはここですね。まあ、こんな感じですよ。確かに残念ポイントいくつかありましたけど、かなり妥協できる残念ポイントだったので、総じてすごく気に入っています。はい、というわけで今ですね軽く内外装を見ていきましたが、結構いいですよね。で皆さん気になるのは、果たしてこれいくらで買ったんだよというところなんですが、気になる購入金額はズルルルルルルルドゥン、60万円で今回購入しました。もう60万円で購入できたので、めちゃくちゃコスパ良かったかなと思います。まあ、さっきも言った通り、今回は知り合いから買った個人売買で買いましたので、ちょっと安く買いました。ただ中古車市場ではもうちょっと高いかなと思いますので、まあ、ぜひね、気になっている方は中古車サイトなんかも見てみてください。はい、というわけで今回は新しく Nボックスを購入しましたというご報告動画でした。
で今後ですねこの子は代車としてもちろん活躍はしていくんですがリフレッシュ計画を進めていきたいなと思います。まず外装の方は磨いてしっかりきれいにするっていうのとあとルームクリーニングとエアコンクリーニングもやりたいなと思っています。でこの車はですねせっかくファブリックシートなのでうちのリンサー掛けとかもやってどれだけ汚水が取れるのかっていうところも皆さんに共有していきたいなと思っています。で今後ですね新型スペーシアカスタムが来たらそれと比較っていうところもしていきたいなと思っていますし日本で一番売れている軽自動車っていうことなのでこの方ではなくても Nボックス 乗っている方は今後ヌヌファクトリーの動画楽しみに見ていただければと思います。それでは今日はこの辺でヌヌでした。バイバーイ。